はい、というわけで今日なんですけど、明日からね、エヴァンゲリオンコラボがね、まあ来るっていうことなんですよね。まあなんか電動のさ、なんか充電でしょ。エヴァンゲリオンと電動がなんかすごいことになるらしいけど、まあそんなことどうでもいいんだけど、今日なんですけどこれ見て、スペシャルセール 74% オフ。これ知ってた？知らなかったんだけど。AMR ってさ、今さ、金スキンが出てないはずなんですよね。なので今回これ、初の金スキン、金銃スキン。で、これちなみに、めちゃくちゃ安くない？ 1280 金券って。11K1 枚1280金券ならめっちゃ安いよね。というわけで、まあ今回買っていこうと思います。なんかね、レベルもしっかり上げられる。ガチ、おっと？はい。はい、行っちゃいました。シャキーン。よし、買いましょう。1280金券だったらガチで安いと思うよね。ただなんかエヴァコラボでさ、AMR のなんかスキン着そうだけどね。バン。なんかそんな気しかしないけど。まあ、とりあえず今日ね、まあ、エヴァコラボまだ来てないんで、しょうがないよね。もうやるしかないということでやっていきましょう。初金枠なんですよね。弾丸弾道、レーザーサイト、ヒット効果、カウンター、マズルフラッシュの、撃破ベクト。はい、つけちゃいましょう。はい。いつも通りのね、これね、銃付けで上がれられるので、もう早速ね、サクッといっちゃいますんで、はい。オッケー、来たぜ。おー、強そう。AMR のスキン多分さ、ほとんどの人持ってないと思うよね。どうしようかな。とりあえず今回は、まあ、ちょっと物資取りやすいところでね、やっていきましょうか。いやー、明日からエヴァか。もうさ、ぶっちゃけさ、ちょっと使いすぎてるんで、ちょっとエヴァンゲリオンコラボ、無料10連だけにしようかな。もうやばいんだけども、お金が。シャキーン。おー、あ、ちょっと見て、ほら。手元の、この黄色いところがちょっと出るんだ。ちょっとだけ変わるみたいな。まあ、今回は AMR で、やっぱ何キルか取っていきたいよね。やっぱ、キルを取れなかったら、さすがに、射撃場行きます。はい。はい。さあ、というわけでやっていきましょう。まあ、とりあえず AMR を取らなきゃ話が始まんないんで、噛みちぎってんな。まあ、とりあえずやっていきましょう。誰か来てくかな。いなさそうっすね。古代遺跡ってさ、なんか被るとき結構多いけど、被んないとき全然来ないよね。あ、いるわ。あー、降りましたね。オッケー。先手必勝でいきましょう。よし、突っ込もう。ちょっと待って、この初動が一番怖いよね。初動が、おっと？これ裏でやり合ってる感じかな。ちょっとまあ裏から行って、ちょっと古速な手使っていきましょうか。まあ、近距離戦弱いんでね、俺ね。しょうがないですよね。IQ で勝つしかないんで、こうなってくると。どこだ？どこだ？この辺。おっと、いた。おいおい、お疲れさん。なんかすげえ柔らかくなかった。よっしゃ。というわけで、初動、勝ち抜いたかな？他いないっすね。出発だ。で、あのね、物資がね、ある程度時間経たないと出てこないんで、まあ、寄り道しつつ、まあ、ちょろっとね、ボットでね、キルポイント取りながら行こうと思います。で、最後、優勝するとき10キルぐらいでちょっと見栄えいいみたいなね。ワイルドアイスさ、一言言いたいんだけどさ、マッチングしなさすぎじゃねえか、これ。この前さ、ついこの前、一回消したさ、東京アップぐらいマッチングしないよね。で、結局みんな嵐の半島か激戦野原行ってる感じだよね。どうしたらいいんだ？俺思うんだよね。俺運営さんにさ、お話しさせていただいた時に言ったんだけど、ワールドオアシス、まあ、ショップシステムとかさ、復活システムとか入れてるから、いや、多分ね、普通に運用したら難しいですよって話はしたんですよ。でさ、どうすればみんなが使ってくれるマップになるかって聞かれたんで、モサとか、そのプロチームが使うようなマップになれば、みんなが使い出すと。ちょ、ま、なに、は？絶対ボットだろ。あ、いた。あ、絶対ボットだ。自分からの身分こう出してきましたね。じゃあ、ボット以上に当たんねえな、俺また。オッケー。まあ、プロチームとか、要するに使うようなマップだと、みんな使うんですよって話をしたんですよね。かといって、じゃあ、プロチームの人に、野良回るときここが回んないとダメみたいな契約、そんな契約ナンセンスじゃないですか。そういうことじゃなくて、公式大会を、嵐の半島とか入れなきゃいい。まあ、基本的には、KWL とか FFL とかいろんなあると思うんですけど、公式リーグっていうのが絶対一番の指針とされるわけですよね。で、公式リーグで勝つことが、やっぱりそのプロへの昇格だったり、なんかいろんなのを兼ねて考えると、その公式リーグはやっぱり一つの基準になるわけなんですよ。なので、公式リーグでワールドオアシスのみを使うようにすれば、絶対に流行る。流行らざるを得ない。だからそのモサとかがさ、プロたちがさ、こう立ち回るわけじゃないですか、このワールドオアシス。いやね。うん、しょうがなく。そうすると、うまいなんか立ち回りとかかっこいい立ち回りとかね、こんなポジがあるんだとか、まあね、脇とかもみんなさ、配信見てて分かっていくわけで、車の脇とかもね、それによってみんながだんだん認知、周知されていくわけなんですよね。要するに、嵐の半島とかが激戦野原を入れるんじゃないんですよっていう、入れたらダメですよって話をしたわけですよ。流行らせたいんだったらね。で、結局、嵐、おっと？待って、なんかやったな。AMR のとこに、いいんじゃないぞ、お前。あ、いた。はい、お疲れさん。AMR ないかな？ AMR ちゃんがないと。外れでしたね。
うん、まあそう単純な話だと思うんですよね。だ結局その嵐の半島とかも使うもんだから、みんな嵐の半島激戦の方に帰ってったよね。ぶっちゃけいいマップ悪いマップなんてそんなに存在、まああると思いますよ、もちろんね。アンチのあれだったり真ん中がどうこうとか猛者の人に言わせればいろいろあるんですけど、まあ結局は公式で使われてるかどうかなんですよね、うん、だからその辺ちょっとね徹底ができてないから、まあワイルドオアシスが、まあ、以前のね東京マップみたいなマッチング状況をっと、まあ、なってるぞと。まあみんな的にはあれでしょ、嵐の半島とか激戦野原でさ、その公式リーグやってもらった方がやっぱり見応えもあるし、その格脇とかも分かってるし、強ポジとか弱いポジションとか全部分かってるから、あこっからこういう立ち回りをプロの人はしていくんだとかね、普通に勉強になるだけでマップが頭の中入ってるから。ただワイルドオアシスになってくるとあんまりやんないから、マップが頭の中入ってないからどういう立ち回りしようが理解ができないですよね。まあ参考にはもちろんなると思うんですけど、なんか見ていてそのマップをさ知ってた方がさ100倍面白いみたいなのあると思うんですけど、やっぱなかなかこのねだだっ広いワイルドオアシスを網羅してねその熟知するっていうのはなかなか難しいものなので、まあ、だからその辺的にもね、そのなんかまあ要するに公式大会がもうワイルドオアシスのみにしろと、まあ、僕の意見ですね。あの流行らせたいならね、もうマッチングを見る限りめちゃくちゃだってもう長い時だと2日ですよ、マッチングするのに2日100人揃うの2日かかってますから、もうそうなってくるともう東京マップと同じ道を進むしかないですよね。結局やられないんでみたいな、でどこが悪いんですかねみたいな、だって運営さん言うじゃないですか。いやどこが悪いんですかねじゃなくて、新しいマップ出したら絶対不備があるに決まってるんですよ。なぜなら最初に作ったマップっていうのはちょっとほら何かをねオマージュしたマップだから何とは言わないですけど、何かをオマージュしたマップだったりするから完成された形なんですよね。ただこうやってワイルドオアシスみたいにオリジナルで作ってしまうとやっぱり不備だらけになるわけですよ。今までがオリジナル で作ってなかったもんですから、だからそういう面で不備はあるのは当たり前なんですよね。なのでやっぱりこれ強引にね使わせるにはもうそれしかない。まあいいですけどね、別にねこのマップがなくなろうが流行ろうが別に俺僕にはもうどうでもいいですけど、ただせっかくねかなりあの人間とさ時間を、おっとあったかな、あったあったあった、来た来た来た、やっと来た AMR。 そんなどうでもいい、このマップが今後どうなるのかどうでも俺にはいいんだけど、まあ、せっかくね人間と時間とお金を費やしたこのマップだから、めっちゃ打たれてる。どうせだったらうまくいってほしいな、そんな思うじゃないですか普通は。だからもうちょっとねご意見番的なね、うん、余計な一言、親父の一言言ってる感じなんですけど、まあ、とりあえずこっから AMR をしっかりぶち抜いていくゲームですね。おっといたてた、おら、あ、しまった、あ、そう AMR だ忘れてたわ。お坊ちゃん、お坊ちゃん、こらお前見えない、あの狙撃のさ撃破ベクトってもはやいる、いらないレベルで見えないよね。ん、来た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 、うーほら俺の餌食になれ。お前ここで足止めさせていただいて、どこだ、どこ行った、お前、おお、いた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 、いやむずい、車先壊しとくかこれ、どっこいしょ、オッケー、でだこっからだわ、試練、あれ届かない、届かないやん、全然届いてないやん。ちょっと待って、もうグレなくなっちゃった。うん、来た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 。また来た。新婚さんいらっしゃいやん。ほら、いけた？いけない。ちょっと待って。待て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 。逃げられちゃう。ちょっと待って。ここ AW で、AW じゃねえ、AM で。AMR。おいしょ。当たんないと。てか、どっかから、なんか、あれ？チーム戦？派生してるやついんだけど、なんか。どこ？おっと？ちょっと待って、AMR 持ってるやついんだけど。え？ここのやつ AMR 持ってんだろ、こいつ。まあ、とりあえず AMR で、撃破エフェクト見れたから、もういいかなって思いつつ、ちょっとやってるんですけど。まあ言うてあれか、ちっちゃすぎて激アメけどどんな映像だかさっぱり見えてなかったね。新たな安全地帯が確定しました。あー、アンチ変わりましたね。行かなきゃな。顔出す、おっとそこだね。行きます、ほい、オッケー、ギリースーツ着とけばバレない、そんなね安直な考えだからお前やられるんだよ。あー、ちょっと待って、嘘でしょ、一旦ちょっと離れましょう。あ、アンチ逆か。まあ、今のいいや。オッケーオッケー。まあ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 、ちょ、待って、いろんなところから撃たれてる気がする。待って待って、赤赤赤。なんか3方向から撃たれてない？あれ、なに、ダイスター？あれ、やばいやん。俺、ダイスターやん。あかんって、おいおい、ちょ、待って待って。え？なに？後ろ。おい、ボットじゃねえか、お前。ボットに踊らされちまった、これ。ま、死ね！よし、かっこよすぎ。いや、もう満足だわ。うん、これ無理じゃねえか、これ。あっちめっちゃ遠いんだけど。なんで俺ここ来たん？車もないし、遮蔽物もないし。あー、来た来た来た。積みましたね、これ。無理だろ、これ。グレもないし、これ目くらましよ。ほら、見えないだろ、これで。あー、怖い！なんか撃ってんだけど。ちょ、待って、これどうする？こっから。とっととどっか行ってくんねえかな。なんもないんだけど。無理だろ、こんなの歩いて。終わったわ、これ。これはもうね、男としてね、突撃あるのみだわ。多分こっちの木の裏の方にしよう。
絶対は機能だ。向こうもあ開いた。はい、というわけでね、案の定予定通り射撃場でねやっていこうと思います。 OK、 いきます。やっぱ腰打ちで見ないとね、基本的に撃破ベクトルあんま見づらいので腰打ちでしょ、見ましょう。次の未来で見た。おー、思ったんだけど狙撃銃のさエフェクトってマジいらないよね。次の未来で見た。ほとんどさ見ないじゃん、めっちゃ遠くから撃つから。特等席で見てみましょうか。はい、次の未来で見た。いいね、だいたいこんな距離で撃つじゃん。次の未来で見た。うん、だいたいほら肉眼では見えない、スコープ使ってないともう見えないから、あんまり狙撃銃のエフェクトってね、次の未来いらないまであるっていう、いらないまであるぐらい。次の未来で見た。近くしか見えないね、どの道。どんなにエフェクトがでかかろうがね。本末転倒ですけど。まあ、とりあえずね、AMR の初金枠ということで、まあ、早速取っといたんで、はい。皆さんもよかったら買ってみてください。まあ、1280金券ってね、めちゃくちゃ高いかなと思いがちなんですけど、まあ、言うて金銃が1280金券でさ、確定で買えるとなったら、割と安いと思うんだよね。ガチャ引くよりは。うん。というわけで、ブー！俺に任しとけ、ハルパパに任しとけ。文句があるなら俺に言え、俺に言え。くだらないライブは僕からばって流しとけ。最高にクールな時間の始まり。 Listen on the country, Hologram Lights, Digimon Hour。